消失する女性。南アメリカ、コロンビアで3台のカメラが捉えた映像。道を早歩きで歩く女性が突然消失。3台のカメラが同時にこの現象を撮影しており、地元民の間で話題沸騰、ニュースにもなった。専門家により、幽霊説や透明人間説、ユーマ説などが上がったのだが、この女性の正体は未だ解明されていない。スカイプエクソシスト。アメリカ・アリゾナ州に住むボブ・ラーソン。彼は人々についた悪魔を払う、いわゆるエクソシストだ。インターネットが流通した昨今、ボブはスカイプ上を通じての悪魔払いを決行した。日本円にして約32,000円。 Are you Bob the Builder? You will be struck with judgment. 確かにちゃんと悪魔払いができてるようにも見える気がする。悪魔払いも遠隔でスムーズに行える時代になったのかもしれない。呼吸する天井。アメリカの某ホテルに泊まった男性が撮影した映像。天井にご注目いただきたい。 What the fuck? Holy shit。 なんと呼吸してるかのごとく天井が動いているではないか。結局この謎の現象を目撃し、怖くなった男性はホテルを変えることとなった。一体この部屋で何が起きていたのだろうか。グレイマン。2018年夏、アメリカ東海岸を襲ったハリケーン、フローレンス。このハリケーンが上陸したノースカロライナ州の監視カメラに超常現象が記録されていた。画面中央にご注目いただきたい。激しい暴風雨にも応えず、ただゆっくりと歩く白い人影。この映像を見た地元民は、グレイマンはやっぱり実在したのだと騒ぎになった。グレイマンとは、この地方に伝わるハリケーンが来たことを教えてくれる伝説の幽霊のこと。この人影がグレイマンかどうかは定かではないが、なんとも不思議な映像である。恐怖のポルターガイスト。こちらは2017年、アイルランドの学校、ディアパーク CBS 校舎内の監視カメラが捉えた映像。まず、誰もいない校舎で勝手に奥のドアが開き、閉まる。次に画面手前のロッカーが一人でに揺れ、奥のロッカーの扉が開き、最後は転倒防止の看板か何かが何者かに蹴られたかのごとく宙を舞い落ちる。この映像を見た視聴者からは、人生で初めて恐怖した映像、これが本当のポルターガイストだなどの意見が上がった。皆さんの目にはどう映ったであろうか。横断する霊。2018年6月、フィリピン北部ルソン島にある街中の監視カメラが捉えた映像である。画面中央にご注目いただきたい。交通量の多い道路をただただ突っ切る人影。車も一切止まらないことから、この人影は周りに気がつかれていないようである。この映像を見た人々から、カメラの誤作動ではないか、CG だ、いや、自爆霊だ、などの意見が上がったが、真相は未だつかめていない。泳ぐ貞子。こちらは2018年プエルトリコのイサベラにて撮られた映像。映像を撮影したモラーレスさんは川下りを楽しんでいた。トンネルを抜け、カメラを後ろに向けた次の瞬間、すぐ後ろを泳ぐ貞子らしき何者かが映っているではないか。モラーレスさんはすぐに映像を Facebook に載せ、意見を募った。どう考えても幽霊、水死体じゃね、などの意見が集まったのだが、結局真相はつかめていない。墓地の子供。2008年、アメリカ・ジョージア州にあるコロニアル公園墓地にて、当時17歳のジェシーが撮影した映像。画面中央にご注目いただきたい。墓地内を走る子供が一本の木に飛び上がり、そのまま落下、そして地面に吸い込まれるように消えてしまう。3メートルはありそうな高さを、いとも簡単に飛び上がり消えてしまう。映像の専門家に見せ検証したところ、これがフェイクである可能性は極めて低いという。皆さんの目にはどう映ったであろうか。激写、愛犬の幽霊。カナダに住むミシェルさんは2018年4月、愛犬のオークリー君、6歳を亡くした。毎日泣いていたが、ある日の昼間、リビングのカーテンに影が映し出されてることに気がつく。これがその時の写真である。彼女はオークリーが亡くなった後でも私のことを見守ってくれてると元気になったという。
車椅子。2020年5月23日、タイ東北部にある病院の監視カメラが捉えた映像である。画面中央をご覧いただきたい。誰もいない場所で一人でに車椅子が動いている。この車椅子は病院で亡くなった方が生前使用していたもの。手動タイプのため、このような動きをすることは絶対にないとのこと。今も車椅子に乗り続けているのだろうか。子供の頃、母親の漕ぐ自転車の後ろに乗って近くの海岸に行った。夕焼けが綺麗だった。すっかり暗くなった帰り道、ふと見ると道の塀のところにポツンと置かれたお地蔵様の目が真っ赤に光って輝いていた。お母さん、お地蔵様の目が光ってるよ、と言うと、それはね、海で死んだ人の霊が悪いことをしないように見張ってるんだよ、と教えてくれた。数年後、ふと思い出して母にそのことを話すと、知らない、そんなこと言ってない、との答え。確かに母は霊の話などが大嫌いな人だ。それによく思い出してみると、あの時の声は明らかに母のものではない、ドスの効いた男の声だった。俺は今でもそのお地蔵様の前を通る時には手を合わせるようにしている。兵士の霊。2001年、トム・アンダーウッドが家族とアメリカのトライアンギュラーフィールドを訪れた時の映像。画面中央にご注目いただきたい。突如、人型のモヤが現れ、何もない平地をあたかも階段を登るかのように上がっていく。その動きは何度もループしているようだ。昔この地は戦場だったということもあり、今でも兵士の幽霊がさまよっているのかもしれない。悪魔のいたずら。2021年8月2日23時、コロンビアの県とアルメニアの市長公社の監視カメラが捉えた映像である。歩いてきた警備員が突如見えない何者かに押され、激しく壁に衝突、そして床に倒れてしまう。コロンビアでは幽霊や悪魔の存在が信じられているため、その仕業ではないかと話題になった。市長はこの映像に対し、フェイクではないと語っているが、真相は未だ不明のままである。バスから手。台湾某所にてバイクを運転中の男性が撮影した映像である。画面中央にご注目いただきたい。突然バスからニュッと手が出てきたではないか。バイクの運転手も驚いている様子だ。一見心霊映像と勘違いしてしまうこの映像だが、実はこれ人間の手である。外にスマホを落としてしまい、それをバスの中から撮ろうとしているのだが、一体どういう経緯で外にスマホを落としてしまったのだろうか。そして隙間から手を出せるバスの構造も気になるところだ。小人の集会。アメリカ・テキサス州ダラスにある民家の監視カメラが捉えた映像である。画面中央にご注目いただきたい。2体の小人が現れ、画面左に歩いていくのだが、その様子から何かコミュニケーションをとってるようにも見て取れる。皆さんの目にはどう映ったであろうか。愛犬家殺人事件っていうのがあって、犬好きの人を犬を絡めた商売をしませんか、出資をさせて殺しちゃう。一番最初の被害者なんですよ、僕の同級生が。世間を大きく騒がせた連続殺人事件に関する知られざる怪談。まあそいつ高校行ってなかったんですね。パチンコ屋で働き出したんです。するとしばらく経ってから噂で彼が消息を絶ったことを知る。そしたらある時に留守電が光ってたらしいんですよ。再生ボタンを押すと聞こえてきたのは、1分発生します。帰りたいよ、帰りたいよ、帰りたいよ、帰りたいよ。壁に顔。2008年に夫を亡くしたイギリスに住むアンドレアさん。突如彼女のベッドルームの壁に亡くなった夫の顔のシミが現れた。驚いた彼女は神父にお願いし除霊をしてもらったとのことだが、その日から家具がいきなり壊れたりと怪奇現象が起き始めたとのこと。一体壁に現れた夫は何を伝えようとしているのだろうか。監視カメラが捉えた幽霊。2011年7月20日1時47分にイギリスにある携帯ショップの監視カメラが捉えた映像である。画面右奥の出入り口にご注目いただきたい。突如少女の霊が現れ、こちらに視線を向け、また消えていく。ショップに勤めるアンドリューさんはこの映像を最初目にした時、自分の目を疑った。友人に勧められ YouTube に映像をアップしたとのことだが、皆さんの目にはどう映ったであろうか。
僕が昔から仲が良かった涼子ちゃんという女の子がいました。ある日、涼子ちゃんの部屋で遊んでいると、急に涼子ちゃんが、じゃあね、と言って部屋から出て行きました。待てど暮らせど、涼子ちゃんが部屋に戻ってくる気配がなかったので、部屋を出て涼子ちゃんの親と一緒に探したんですが、見つけることができませんでした。月日が流れ、涼子ちゃんのことなど忘れてしまっていた時、彼女と部屋でイチャイチャしていた時、急に彼女が部屋から出ていく時に、じゃあねと言ったきり行方不明になってしまいました。現在進行形で自分と親しくしている女性は全員みんな部屋から出ていく時、じゃあねと一言残して行方不明になってしまうんです。動く死体。2020年5月5日、インドネシアのとある墓地にて、キリスト教の埋葬儀式が執り行われた。何ら変哲のない埋葬の様子を捉えた映像に見えるが、次の瞬間、棺の中の遺体の手が動き出したのだ。手を振ってるように見える。死後硬直後に筋肉のタンパク質が融解したから動いた、などの意見が上がったが、真相は闇の中だ。腹話術人形。これは第二次世界大戦中、捕虜になったアメリカ兵により作られた腹話術人形である。現在の所有者のマイケルさんは、この人形が夜中一人でに動く瞬間を見てしまい、証拠に残すため定点カメラを置いて撮影した。それがこの映像である。確かに人形の口が一人でにパクパクと動き、まぶたも動いている。海外のネット民の間でフェイクかどうかの議論が交わされたが、真相は定かではない。衝突する超常現象。これは2017年2月に香港で撮られた映像である。投稿者の目の前を走るタクシーにご注目いただきたい。突然タクシーの横から白いもやのようなものが飛び出し、タクシーに体当たりをした。そしてタクシーは近くの木に衝突してしまう。このタクシーを運転していた方のその後や詳細は一切不明である。一体このタクシーは何に体当たりされたのか。終電の一個前の電車に乗っていた時のこと。電車内には俺と対角線上の席に座っている酒を飲んでる汚いおっさん一人。ある駅に停車した時、おっさんの近くのドアの外側に一人のリーマンが立ってるのが見えた。別に気にもかけずにそのまま携帯見てたら、何見てんだよ急に言われた。機械的な声。びっくりして目を上げると、そのリーマンのニヤニヤした顔がすぐ近くにあって覗き込んでいる。うわ、なんだよこいつってめちゃくちゃビビりながら、よく見ると第二の衝撃が、リーマンに体がなかった、というかここにない。見ると体をホームに置き去りにして、六六尾みたいに首だけを伸ばして電車内に入ってきていた。旅館に入ると笑顔でおかみさんと数名が出迎えてくれた。食事を済ませて明日も仕事なので寝ることにした。何時頃だろうか、何かの物音で目が覚めた。カチャッ、部屋の扉が閉まる音が聞こえた。扉に目をやった。そこには月明かりに照らされた着物を着たおかみさんらしき人影が見ていた。誰ですか。声をかけるも返答はない。ジャラ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 、数珠をこする音が聞こえたと同時に、とお経のようなものを唱え始めた。この状況が怖すぎて意識を失ったのかわからないが、朝扉の前には誰もいなかった。チェックアウトの日におかみさんにあの夜のことを聞いてみた。だがその時間には旅館内の自室で寝ていたし、と言われてしまった。あの夜の話をした時のおかみさんの喋りがたどたどしかったことが今でも気がかりだ。ポルターガイスト。これは2016年に海外の Facebook にてアップされた動画である。この頃、画面左側の少女の身の回りで不可解な出来事が連発し、悪霊に取り憑かれたと心配になった父親が監視カメラを設置したのである。偶然撮れてしまった映像がこちら。テーブルに置かれていたものが勝手に暴れ動き出したのだ。海外のネット民の間でフェイクか本物かの議論が交わされた。結局真相は分からずじまいではあるが、仮に本当のポルターガイストだとすれば大変貴重な映像であることは間違いない。